じゃあ今日朝早く来てめちゃくちゃ準備したんで初回から全開で行きましょう。成功。本日は勝てば全国大会が沖縄につながるグランドスラムカップ東京戦の1回戦の様子をお伝えいたします。軟式のオープン大会は勝ち進めば全国大会がプロスタ名古屋ドームやハマスタ神宮球場などで開催される場合が多い中、グランドスラムカップは沖縄のセルラースタジアムで全国大会を行う。沖縄旅行を兼ねて何としても勝ち上がりたいメンバーたちは数あるオープン大会の中でもこの大会にかけています。今日の先発ピッチャーはリク、サードはカンジ、軽快な動きを見せ初回は三者凡退、いい流れで攻撃を迎えます。今日のお相手は W ロックスさん、クーニンズとしては初対戦のお相手。初対戦の場合は先制点が欲しい。今日の切り込み隊長はリオ。初球から打っていきました。ショート強襲ヒットで出塁。2番は幹事、先ほどはサードで素晴らしいプレーを見せました。その幹事の座席で一塁ランナーリオ盗塁を仕掛ける。得点圏のチャンスができました。その後カンジはフォアボールで出塁。さらにはワンバンの間にリオは三塁に進み、ノーアウトランナー一三塁。大チャンスでチームで最も頼れる主砲関口に打席が回ってくる。その関口は逆方向レフトポテンヒット。これを見て三塁ランナーリオが帰ってくる。関口のタイムリーで1点を取り、さらに今日の4番は郡君、打撃特化の新人メンバーです。そのダキャラ郡君、逆方向にいい当たり、ライトライナーで幹事が帰ってくる。郡君の犠牲フライで2対0。さらに5番川上、この日は野手で出場。川上はデッドボール、体を張ってつなぎました。ワンアウトランナー2、3塁。このチャンスでバッターはクーニン、現在前の試合から3打席連続安打中。ライトにポテンヒットで4打席連続ヒット。二塁ランナー関口が帰ってきて3点目が入りました。クーニンのタイムリーヒットでさらに追加点。まだまだ終わりません。7番のイカイダー、ここでクーニンが盗塁。ワンアウトランナー2、3塁とし、イカイダーの特大弾、センターオーバーのタイムリースリーベースヒットとなります。2人が帰ってきて5対0。クーニンズ打線初回からつながります。さらに8番はキャッチャーのルーキー増田くん。バッターちゃんと歯かぶれよヘルメン。右打者用ヘルメのサイズが合わないということで、左の大きなサイズのヘルメをかぶった増田君。ライトにヒットを放ち、イカイダが帰ってくる。6対0。9番はこの日セカンドに入った若林、自称ダキャラの若林ですが、この場面追い込まれてから緩い変化球に空振り三振、これで2アウト。
打者一巡してリオに打席が回ってくる。何でも振るなよ。ホームランボール呼び込んでこい。おっしゃー、走れ走れ。結構ちゃんと乱歩いけ。勝負しろ勝負しろ勝負勝負。OK、出たナイスバッティング。よっしゃ、取り付いてたものが取れてるわ。さらに漢字漢字もライトに特大弾、ライトオーバーの長打。これを見て漢字二塁を回って三塁に。さらに中継がもたつく間に三塁も回った。さあ大量9点のリードを取り、3回から浦野がマウンドに上がる。そんな浦野ですが、先頭バッターデッドボールを与えてしまいます。左肘の故障から癒えてきた男はこの場面で踏ん張れるか。まずはチェンジアップで空振り三振を奪い、ワンアウト。ここはまっすぐ、サードゴロ。漢字粘ってツーアウト。その後も素晴らしいカーブ、さらにはチェンジアップ、そして最後はまっすぐで空振り三振。裏のピンチ脱出。3回表終わって9対0、あと1点取ればコールドという場面。キャッチャー増田君がこの日2本目のヒット、ツーベースとなり2塁に進塁します。ここで若林、先ほどは三振でしたがライトポテンヒット、流し打ちでチャンスメイク。1・3塁として1番リオにつなぎます。そのリオが最後はセンター前ヒット。これでランナー3塁から増田君が帰ってきて10対0。結果クーニンズグランドスラムカップ東京予選の1回戦はコールド発進。次戦も頑張ります。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。